皆さん、イーロン・マスクがね、ツイッター社を買収することになったらしいですね、まあ。これはイーロン・マスク側からのコメントではなくて、今までとは違って、ツイッター社からの、まあ、公式なアナウンスだったと思います。まあ、イーロン・マスクに、まあ、あの買収されることを委ねるということだったんですけども、細かいことはこれからも分かっていくと思います。ということで、今回はイーロン・マスクで言ってみましょうか、まあ。こういうふうに言われてるんですよ。失敗は結果として起こり得るものだと。 うん、でもしあなたが失敗していないとすればあなたは十分にイノベーティブなことをしているとは言えないということらしいんですよつまりイノベーションを起こそうと思うと新しいことをやろうと思うと必ず失敗をするんだということなんですよねだから失敗をするってことは新しいことをやろうとしていることの裏返しだからどんどんやれってことなんですよねところで吉田さんあれですね全国旅してあれですけども昨日は丸一日初めて吉田さんから動画を送られてこなかったんでもうやめたのかなと <laughs> 思わないでもなかったんですけども、まあ、ちょっとね、あ,あ来ないんだと思ったら、こんな日もあるんだなと、今の一日来なかったんで、ね、たぶんか生涯初ですね。うん、まあなんか、18年の集大成ということで、そっちに重きを置いてるのは、あ仕方がないかなと思いますけど、まああくまでも、億万長者合宿はね、合間合間でやってることですんで、まあちなみに、億万長者合宿を見て、私のところにメッセージをくださった方が昨日いらっしゃってね、まあ、YouTube でなんか活動してるよってことだったんですけども、ああ本当にしっかりやってるなと思いました。 で、えー、考えてみたら私も今度10年になりますね l i n e で。もう49歳でいられるのもあと1ヶ月を切ったわけなんですけども、うんまあ、10年の集大成としてね何かこう華々しいことをやるっていうことではないんですけども、まあ、私なりに今年は FX オリガルィというグループを作れたのは、まあ、大きな飛躍になったかなと思いますね。で ここでは私はね、あの、本当にうまくいくのかなって、FX のオリガルヒっていうグループなんて、本当に大丈夫だろうかって、やっぱり新しいことをやろうと思ったらいつもね、不安が付きまとうわけなんですよ。でも不安があろうがなかろうが、やっぱり走り始めるしかないじゃないですか。うん、そこにはどんな怪我が待ってるか分かりませんけどね、まあ、これからも走り続けていこうかなと思うばかりでございます。それでは、いってらっしゃい。